と入っていったのはミニマックスクラス予選ヒート2です。それではこのヒート2スターティンググリッド、まずはポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー86番チームエマティ鈴木春風。2番手スタートは先ほどヒート13番手でのチェッカーでしたが、ベストタイムを上回ってフロントローからのスタート、昨日のウィナー松橋恭介。3番手スタートにはゼッケン39番の澤田流星、4番手からゼッケン34番、こちら6番手チェッカーから、スタートはグリッドが上がってきました。4番手スタートで手塚大が、5番手にゼッケン74番の日野奏で、6番手スタートにゼッケン10番が吉田次元、7番手にゼッケン8番の森田君と、そして8番手からが先ほどヒート1トラックリミットとフェアリックペナルティでプラス10秒のペナルティを受けまして1番手となります、楠本慎馬。9番手スタートに中川かなき、そして10番手からは末友修馬と、10代がここで隊列を整えていきます。トップ3がこのヒート2のスターティングユニット上位を独占。さあそこに手塚大河もどう加わっていくのか。ミニマックス10台予選第2ヒート、さあ誘導ラインに収まってきた。鈴木春風、松橋恭介、この両者を先頭にイエローラインスタートが切られていく。オーダーオールショットは春風、そして松橋はしっかりと2番手ポジションキープです。流星の頭を抑えました。流星3番手で手塚大河が4番手、その後ろには早くも楠本慎馬、次元がその後ろですが、その次元に慎馬も並びかけていく。後ろに田中で、そして森谷の横かなきが伺っていきますが、ここはかなきが後ろに下がってきた。さあオープニングラップ、早くもトップ3が抜け出ていきます。やはりこの3名が4番手以降を出していく。さあそのトップ3、流星が後ろからマシンを振りながら2コーナー、ここで松橋のインサイドポジションを入れ替えてきた。さらにその後ろセカンドグループ4番手には吉田次元が上がってきたでしょうか。ここで、タイガを捉えまして、次元が4番手。さあようやく次元が先ほどのヒートはトラックリミットペナルティを受けずに終えまして、このヒート2先頭集団に加わっていけるでしょうか。の流星が目の前、春風のタイムをコンマ2秒ほど上回ってきまして、ギャップを埋め、さあ5コーナー、ここのブレーキング、一気に春風のインサイドを飛び込んできた。しかしすぐ折り返し、なこつぼで春風が返していく。その隙をついて松橋が今度は飛び込んできた。さあここでトップ3が早くも3周目、やはりバトルを始めてきまして、後ろ吉田事件以降がくっついてきた。さあこれで再び
旧来がトレイン連結です。さあこの旧来連結の中、3周目7番手の日野奏がファーストストラップに入ってきた。51秒115。5コーナーは次元と、そして松橋。さあここで松橋が次元に飲み込まれた。その後ろでも楠本慎太がポジションを入れ替えてきている。さあこれで吉田次元も先頭集団に加わっていくが、今度は11コーナー松橋がインサイド。さあここで3番手バトルを始めてきまして、春風と流星が少し逃げたか。これはキーパーソンとなるのが吉田次元。現在4番手の次元がそのヒート2取り返し、残り4周。少し逃げた先頭集団、春風と流星を追いかけていくには、松橋の後ろで様子を見ていきたい次元。まあしかしそんなこと関係なく、だんだんとバトルに持ち込んでいくのがミニマックス。さあこれで次元が松橋の後ろをつけてきて、松橋が再びまた流星にも近づいてきたか。さあこれでそのトップ2とのギャップを埋めてきました。松橋がここでファーストストラップ50秒712。さあファーストストに入ってきた松橋がこれで2番手流星の後ろに近づきます。5コーナーのブレーキング、ここでも詰めていく。現在春風がトップ、後ろに流星、そして松橋、さらに次元が4番手、その後ろには楠本慎馬もポジションを上げてきました。メダルという受けて8番手からのスタートでしたが、楠本慎馬がここで5番手、後ろが手塚大河、その後ろでは3台もこちらがまだバトルをしている。森谷エイトとその後ろで日野奏で、中川かなきのこの3台、ここも熱いバトル。さあ奏がホームストレートから1コーナーインサイドを狙っていくが、エイトがカバー、さらにアウトからかなきが2コーナーで奏の前に出る。さあこれで9台の連結が2つに分かれてきまして、手塚大河までのまずは先頭6台、2台ずつのパックが組まれているか。春風、流星、松橋、次元、その後ろ新馬と大河、少し間が空いてのセカンドグループは3台パック、森谷瑛と中川かなき、日野奏で、さらにその後ろには末友修馬も、まだ1台もかけることなく10台全てのマシンが、これで間もなく7周終了、8周目ファイナルラップに入ってきた。予選ヒート2のファイナルラップ、さあ流星は動くのか。5コーナーでここは春風が微妙に流星のスピードを抑えようと頭を抑え込んでいく。春風の後ろから流星がバックストレート縁側プッシュしていく。その後ろからこれで松橋も近づいた、次元も近づいた。さあこれで最終コーナー立ち上がってくる。まずは鈴木春風が先頭で立ち上がってきた。その横流星も並びかけていく。100分の15、春風からのトップチェッカーです。2番手に流星、3番手松橋、いよいよこのトップ3に加わってきたのはゼッケン10番吉田次元、5番手は楠本で、6番手に手塚大河、7番手は森谷、8番手に中川かなき、9番手の日野奏で、10番手末友修馬と、ミニマックス10台全車ヒート2完走です。